2つの整数 m と n の最大公約数と、3m プラス4と 2m プラス 3n の、3m プラス 4n と 2m プラス 3n の最大公約数は一致するよということを示してくださいねと。まあユークリッド誤助法みたいなの使いましょうか。こっち側の 3m プラス 4n と 2m プラス 3n の最大公約数どうやって出すねんって言ったら、3m プラス 4n を 2n か 2m 2m プラス 3n で割ればいいんでしょ。ならまあかける1やんな、足す m プラス n かってなるわと。次今度ここをここで割ったやねんな。ということで 2m プラス 3n イコールm プラス n で割ると小が2ですか、で余りが n やなってなっておりますよ。次今度はここをここで割りましょうねと。なら m プラス n っていうのを n で割ると、かける1やな、で余ってんのが m っていう状態。さあこうするとですね、ここの部分と次ここの部分で割り算すんだけどさ、ここまで来たらこれってさ、次の一応式書いておか。n イコール m かけるなんちゃらプラスなんちゃらってなるやんか。ほな、この形ってさ、m と n の、どうやって書こうかな。この形は、n と m の、最大公約数を、求める形じゃないですか。求めるやな、時の式ってなってませんでしょ。例えばさ、 n と m のじゃあ最大公約数求めてね言われたら、じゃあ n を m で割ってみたら何ぼが小で余りが何ぼになるやろうみたいなことをこうずっと今度繰り返していくわけやん。 m をなんか今度じゃあこうか、ここで割ったらみたいなね感じになるわけでしょ。ってことは一番最初はな、 3m プラス 4n と 2m プラス 3n の最大公約数を探そうっていうふうにやって試験記しとったんやけど、いつの間にか n と m の最大公約数探そうっていう式に変わってるわけよ。ということはほな、こいつらの最大公約数って結局は n と m の最大公約数なんじゃないのっていう話よ。OK。せやから、この形、まあもちろんこの形でもいいっちゃいいんやけど、一応ね、ここで一旦ゴールにしといて、ここよね。ここと、ここの最大公約数と、ここと、ここの最大公約数っていうのは一致するねんで、というのを覚えといて。こいつとこいつの最大公約数っていうのは、ちなみにですけども、何ですか？それは、これと、これの、最大公約数でもあるし、つまりは、まあ、こいつとこいつと最大公約数でってことは、この子とこの子の最大公約数でもあるんだよと。つまり、この子とこの子の最大公約数ね。っていうのは、この子とこの子の最大公約数でもあるんだよというふうに、徐々にこうずれていきます。ということで、よって、かな。よって、3m プラス 4n と 2m プラス 3n の最大公約数はやな。もう漢字がもうめんどくさいよね。めっちゃ書かなあかんね。約数。もう G でいいですかって思ってしまうけど。は n と m の、最大公約数。最大公約数と一致するってしときますか。と一致するということで、こんな感じじゃないでしょうか。はい、1番終わりや。次2番いくで。2番は、まあ2番も一緒な感じかな。こいつとこいつが互いに素であるようなっていうふうに言われてんねんけど、要はこいつを、ユークリッド誤助法を使ってちっちゃい数字にしていったらいいわけよ。ということなんで、8n にしようか。8n プラス5イコール、4n、7n プラス4かける1やな。足す
n プラス1ですか。だね。次は今度ここをここで割るで、そうすると 7n プラス4っていうのは n プラス1をかける7したらマイナス3かな、ね、ってなりますよと。で今度はじゃあここをここで割るよみたいな話になんねんけど、ってことはつまりこれって n プラス4ってかな、4って8n プラス5と 7n プラス4の、最大公約数はもうめんどくさいな、もう大って書いていいですか、もう時間も短くしたいし、最大公約数は n プラス1、ここね、これと一応緑にしとこうか、さっきみたいに、こことここ、こいつとこいつの最大公約数はこことここの最大公約数でしょというお話を、つまり n プラス1と3の最大公約数と、一致すると、一致するってことは、要はこいつらが互いにそうであればいいわけでしょ、この頃が互いにそれあれば、こいつらも互いにそうやろみたいな話やでしょ、まあつまりだから最大公約数が、1になったらいいんですかやな。で、まあなんせこいつはもう3って確定しとるわけよ、ってことはこいつが3の倍数じゃなければ問題ないんじゃんでしょ、互いに沿ってそういうことやんか、例えば3と8とかは互いに沿やん、両方とも同じ数字で割れませんよってやつやからな。ということは n プラス1っていうのをちょっと待ってよ、 n がもともと何でしたっけ、100以下の自然数な。じゃあ n っていうのは1から100の間の数字なわけよ、ってことはつまり n プラス1っていうのは2から101までの間の数字なわけよな。で、相方がですね3の倍数、こいつが3の倍数なんで3の倍数ということはこっち側は3の倍数じゃなかったよね、3の倍数以外ってことよね、以外ってなるわけよ。 OK、ほならこの中2から100の101か、2から101の間に100、3の倍数かは何個ありますかと言いますと、まあ要は3で割ったらいいんでしょ、101を3で割るとまあ33でしょ、どうせ99がマックスやもんな、もうええか計算は、3で割ったら99が一番最大になります。33個ってことよね、だから 3×33 で99になりますから、っていうことはこの中に、33個、この中に33個3の倍数があると、3の倍数があるや、ということは、この間100個ありますからね、100個、2から101までな100個ありますんで、その100個から、33個引いたらええんじゃん、100-33 は言うたら67ですか、ってことは今回は個数やんな、そうやな、全部でいくつありますかやから、じゃあ67個、互いに素になるような n が存在したよということじゃないでしょうか。はい、ということです、よろしいですか。はい、ほなということでお疲れ様でした。